皆様こんにちは。四塾的頃です。私は今、広島市東区へさか専属に来ています。目の前朱色ということにしておきましょう、秋大橋ですね。対岸は広島市安佐南区、東のですね、東原とか東野とか、そういった地区ですね。ちょうど境界線上といったあたりですかね。北側を向きますとね、あともうわずかのところで朝北区口田南ですね、そして、遥か向こうには山陽自動車道、そして、あの土砂災害の八木緑地区とが見えているということですね。奥には高松山も、こうしてみると壁って結構近い、まあ、お椀状の山でね、あれですけど、今日はなんでここに来たかと言いますと、この専属ですね、千の足で専属、なんぞやと、別にそこまで深く考えてないんですけど、今、秋大橋の県道ですよね、あれって、安佐南区祇園の安神社のところまでね、通じる道になってて、昔も今もですね、その安神社のあたりから大内峠を越えてですね、尾長とか、いわゆる広島駅の北口のあたりに出るというそういう道なんですけど、もちろん昔は街道ですね、戦国時代とかも重要な街道、そして目の前、武田山ですね。あそこが武田山っていう名の通り、武田信玄ではないんですが、その甲州の武田氏の、親戚が、あくで400年ぐらいですかね、金山城っていうのところで、この広島の地を治めてたとなんですが、1541年にですね、山口あるいはこの中国地方の結構治めてた大内氏、そして、この広島でも、吉田ですね、秋田方氏の郡山城を本拠としていた毛利元就にですね、最後滅ぼされるっていうことになるんですが、その時にですね、この専属が役割を果たすと。で、金山城、武田山の金山城はちょうどこの山の中腹ぐらいだったっけなと思うんですけど、幼い頃何回も行ったのに、その感覚的にはやっぱりちょっと中腹ぐらいに感じるんですけど、もしかしたらもうちょっと下なのかもうちょっと上なのか分かりませんけどね。いろいろやっぱり跡目争いで揉めたらしいんですよ。どの時代も跡目争いは揉めるみたいですけど、あの時代も跡目争いで揉めて、で最後わずかに残ったそのすごい昔からの家臣と、親族とかですよね、だけで立てこもり戦をしていたと。んでその時に、毛利氏が、八木のあたりからって言うんですけどね、おそらく浅大橋の辺なんですかね、周りの村人たちのわらじを1000人分集めて油をつけて火を放ってこの太田川に流したと。夜にですね、夜っていうところがミソですね。そうすると金山城にこもっていた武田氏たちはものすごい大軍、毛利のものすごい大軍がやってきたっていうことでですね、こうマンション群で見えませんけど、あの麓の方に祇園の5丁目6丁目の、イオンがある、祇園のイオンのある辺ですねとか、西原の、ドン・キホーテとかある辺、
あっこら辺はすごい守りを固めたんですね。それはそうですね。でここは当然昔はこんな橋なんかないし、船着き場が渡し船があったんですけど、まあ、この辺りでね、その千個の燃えたわらじがこの辺りで渦巻くようにブワーッとなったんで、ものすごい大群が来たように見えたんでしょうね。今みたいにサーチライトで照らすわけにもいかないし、でもこういう祇園西原、まああの辺りですね、東原もかもしれませんが、守りを固めたら、なんと毛利氏はこの武田山の裏側の、まあ、沼田方面から行くことになってますけど、まあ、大体おそらく高取南とか相田の方ですよね、あの辺りから、武田山があって、あの檜山がありますが、あの間はちょっとあの峠みたいなのがあるんで、もしかしたらそこの道を通ったのかもしれませんが、まあ、いずれにしても高取南、相田、まあ、もしかしたら大町西のあたりからこう背後回り込まれてですね、どうもこうもならなかったと。でその相田にはですね、正殿寺っていうお寺が、何かあったらそこの鐘を鳴らしてもらうってことになってたんだけど、すでに、毛利氏の手に落ちてたんでしょう。鐘は鳴らなかったということでですね、まあ昔ですから、まあ、あれ安川のすぐのところなんですけどね、あの寺多分中腹くらいでも、あの今みたいに騒音がないんでよく聞こえたはずなんです、音が。まあ、それが聞こえんとなると、まあ来てないと思いますよね。双眼鏡でね見るわけにもいかないんで、その時代は。とまあそういう1000人分のわらじを燃やして、こうここで渦巻いたっていうことで、千個の足で千足と、まあそういうことですね。そしてさっきの大内峠は、あのそれと関連して、その時にその大内氏が、その要は尾長とかの辺りへこう行く道、まあ、大内峠を通って進軍したっていうことで、大内氏の名を取って大内峠と、まあそういうことですね。後ろゲーブ線が来ればなって思ったんですが、来ないですね。来ないです、はい、多分こっちの向きに平坂駅があるんですけどね、よくわかんないです、位置関係が。でもそんな感じなんです、地図を見たらね。はい、ということでですね、専属の会をお届けしましたが、ちなみにこの先、もう一個先のバス停が上専属ですね。ですぐここのバス停は専属で、秋穂大橋よりちょっと南は広島ゴルフ場か、下専属っていうのがあったような気もするんですけど、まあそういったようなところへ来ました。はい、ということで、あそう、高松山もね、高松城っていう山城ですよね。まあ、昔は山城が多いというか、まあそりゃそうですね、郡山城も山城、まあお城で戦わないといけないですからね。そしてちょっとまあおまけ的な情報としては、その山の背後から山を越えて敵を攻撃するっていうのは、その14年後、さっきの大内氏を滅ぼして実権を握った、今度は末氏ですね、末春高ね、がまあ大内氏を、まあ、謀反を起こして、ざっくりです、ざっくり言ったら謀反を起こして実権を握るんですけど、まあ、今度は毛利氏はそれをその大義名分にしてか、末氏を討つというふうになって、それがまあ厳島の戦いなんですけど、その時もですね、厳島にあのお城を築いて大量の末軍をですね、おびき寄せて、そして、嵐の日に廿日市から今の、堤ヶ浦に渡ってですね、そこから、相手より少ない軍勢を持って、末軍を撃破するというですね、
まあ、闇夜とか、まあ、厳島の戦いは闇夜プラス、嵐ですけどね、そういうのに乗じて少ない軍勢でこう敵の背後からですね、山の上から一気に降りて相手を殲滅するっていう戦法ですね。あれ、なんか厳島の戦いは日本三大奇襲らしいんですけど、でもその14年前にこの武田山でそういう戦いをして、また郡山城もですね、そのいろいろ大軍に囲まれる戦いをしてるんですけど、そういうところでも何とか持ちこたえるということで、まあ、それでこう中国地方を治める大きな武将になっていったんでしょうかね。はい、ちなみに三本の矢ですね、三夜の里吉田町ですね、三本の矢サンフレッチェ、はい、ということで、一本の矢じゃ折れるけど三本でいったら勝てるぞみたいな感じのことだったと思いますけど、厳島の戦いでは、もう婿養子に出した吉川元春とか小早川高景とかですね、あこら辺の力もあって、んで、なんかいろんな資料には小早川氏の影響で村上水軍にも力を貸してもらってっていうことだったようですが、まあ今日は専属の回ですので、ね、はい、ということで、日坂専属にやってまいりました。普通に歩いたりジョギングするのもいいですね。はい、ということですね、本日もご視聴ありがとうございました。